鈴鹿市ににには加わわるると読めめ神社がありにわかに注目を集めています鈴鹿伊能にある河原神社は奈良時代の文献にも登場する勇者ある神社で三浦選手の名前とは漢字が1文字違うものの数が入団するこのタイミングにぴったりの名称のため吉田宮司も驚きを隠せません。 本当に驚いて、えそうなんだと、わあって、今まで全く別物サッカーとは別の,、ね、あの神社の存在でしたけれども、そういうことによって、この河原神社っていうあの名前がね、まあ、皆さんの中に届けばね、それはそれで一つ大きな役目があるのかなという気がしますまた、宮司の息子でネギを務める吉田光男さんは。小学5年生の頃 J リーグ発足時の三浦選手の活躍を見て、サッカーを始めた元サッカー少年で、憧れの三浦選手の鈴鹿入りに、期待を寄せていわれそ,そのプレーしている姿をそらく見せていただくだけで、まあ、特にこういう、ね、コロナの時代ですから、元気をもらえるんじゃないかなと思ってますし、まあそうですね、この鈴鹿をそういう意味で元気づけてもらえるような、まあ、そういうプレーを、まあ、期待をしております。 この先のね、まだまだ長いサッカー人生をより豊かにしてもらえるように、こう神さんには見守ってもらいたいなと思っております安山長寿の神様を祀る河原神社は、現役にこだわり、ゴールの量産を目指す三浦選手の活躍とともに、全国からサッカーファンの注目を集めそうです。